ホテルルートインは、ルートインジャパン株式会社が運営し、全国展開しているビジネスホテルチェーンのブランドである。同社グループは、リゾートホテルのグランビリオホテル、シティホテルのアークホテル、観光ホテルのルートイングランティア等、ホテルタイプによって異なる名称のチェーンブランドを展開している。未開業地区は、鳥取県、高知県、いずれは全都道府県制覇を目指している。タイプは、 ビジネスホテルが主。北海道から沖縄までホテルルートイン及びホテルルートインコート、また上田駅前1店舗のみのロイヤルホテルのブランド名で286店舗を展開する宿泊特化型タイプのホテル。プリンスホテル等の他系列チェーンから営業譲渡を受けた店舗も存在する。立地面においては都心部では駅前隣接型。 地方では高速道路のインターチェンジの隣接系を中心に展開している。また、ホテルルートイン、札幌中央は、当社運営のカプセルホテル、ビズコートキャビンススキノを併設している。大半の店舗がビジネスホテルとしては、珍しい人工温泉のある大浴場と無料駐車場を完備。また無料バイキング朝食サービスが特徴的である。また、当ホテルを含んだ、 後日のグループホテル全店の客室でワウワウの視聴が可能。一部の店舗では合宿免許専用教習所との提携で合宿免許プランを提供している。タイプはシティホテルが主。日本に6店舗。住友生命グループの不動産会社が設立母体の中堅ホテルチェーン。当初は大阪と東京の2店舗で運営していた。2012年10月1日に 一部のホテルで名称変更を行った。なお、アークホテル東京池袋は2018年10月にホテルルートイン東京池袋へブランド変更を行った。タイプはリゾートホテルが主。日本に7店舗、サイパン島に1店舗、ベトナムに2店舗。2015年4月にハファ大ビーチホテルがグランビリオリゾートサイパンに名称変更された。 2017年3月にグランビリオリゾート石垣島ビラガーデンが開業したのと同時に石垣リゾートグランビリオホテルがグランビリオリゾート石垣島グランビリオガーデンに名称変更され2020年12月にホテルは統合されたタイプは観光ホテルが主日本に18店舗タイプはシティホテルが主従来より客室や調度品 大浴場の広さ、食事などで高級感を打ち出す。ルートインホテルズポンタ、新アーク会員共通ポイントサービス、ポンタ、編集三菱商事の子会社である、ロイヤリティマーケティングが2010年3月1日に開始した共通ポイントプログラム。ルートインジャパンは、同年9月1日からサービス開始。ルートインホテルグループは、クレジットカード機能なしというを発行。 クレジット機能のカードの発行会社は三井住友カードである。ポンタの導入に伴い、クラブ、R ステージは2010年8月31日をもってサービスを終了した。また、会員制度以降の申し込みを受付していたが、ポイントは移行できない。ベースボールチャレンジリーグオフィシャルスポンサーを務める。2014年シーズンよりリーグの命名権を取得し、 通称がルートイン BC リーグとなる。日本プロサッカーリーグ2015年よりトップパートナーに就任。アウェーゲームを観戦する応援団向けの宿泊と観戦チケットのセット商品の販売を含め地域のサッカーを通したスポーツ振興に寄与する企画を計画中。スポーツを通して社会貢献したいとの理念に基づき、実業団チームとして2013年4月に 女子陸上部を発足させた。モットーは、感動と夢、そして元気を届ける。活動拠点は、東京都江東区。詳細は、ルートインホテルズブリリアントアリエスを、参照実業団チームとしては二つ目となる、女子バレーボール部を2017年4月に創部した。モットーは、女子陸上部と同じく、感動と夢、そして元気を届ける。活動拠点は、ホテルルートイン。 長野本社が所在する長野県上田市。2025年に V プレミアリーグを目指すとしている。チーム愛称はブリリアントアリーズ。ありがとうございます。